くーちゃん、くーちゃん。みなさんこんにちは。相変わらず元気いっぱいのくーちゃんです。最近ちょっと投稿頻度が落ちてるじゃないですか。実は9月末までにある重大発表がございます。ということで今日はじゃじゃん、あれじゃじゃん、こちら、これ知ってますか？ほろ酔いって書いてるんですけど、またたびの、お粉が入っております。くーちゃん自身はまたたびのおもちゃみたいなのね、おもちゃにちょっとついてるやつ遊んだことはあるんだけれども、このお粉を振りかけて遊んだことはまだ初めてで、気になるね。生後2ヶ月から使えて、でこれ1日1本なんで、まあ全部は使わずに少しずつね、おもちゃに使っていきたいと思います。くーちゃん寝室行こう、行きましょう。お兄ちゃんたちも来るなら来てくださいね。ロディお兄ちゃんモーモータイム。はい、かいか、ごめんごめんごめん。はい、行きましょう行きましょう。おいで、遊びましょう遊びましょう。さあ楽しんでくれるかな。はい、おいで、くーちゃん。はい、このように30、50、70とね、違うおもちゃにつけていきたいと思います。くーちゃんいいですか？お兄ちゃんお姉ちゃんたちも来たから一緒に遊んでくださいね。ではでは、おもうまだまたたびしてないんですけれども、くーちゃんね、急にねまたたびしてなくても覚醒するからね。さあ、まあまだまたたびをしてない段階でこのように覚醒しておりますが、くーちゃんはまたたびを使ったらどう覚醒するか見てみましょう。ん？あれ？初めての原液っていうか原粉？買わないで買わないで。なんか反応してますね。ちょっと。ちょっと待って。まだかけてもないんだけど。いや、もともとくーちゃん覚醒してるからあんまりわかんないかな。いや、ちょっと急いでかけてみます。ささ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 さ、あれ出ない。オッケー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 。くーちゃん、くーちゃん、はい、どうぞ。またたびには反応してない。ごっちゃんが反応し始めた。あれあれ？あれあれ？またたびには反応していないけど、ちょっともともと覚醒済みの子は意味がないのか、いやこれは覚醒してるのか。お兄ちゃんお姉ちゃんたちの方がめちゃめちゃまたたびをペロペロしておりますね。くーちゃん、またたび効果は？おかしいな。くーちゃんにちょっと 30% を一回ペロペロとか舐めてほしかったんですけれども、ごっちゃんが、ごっちゃんが一生懸命舐めてる。またたび覚醒した。皆さんどう思いますか？ごっちゃんは覚醒してるのかな。おお、言ってる言ってる言ってる。ご飯が積極的なのは久しぶりかもしれない。お、男同士の戦いが始まりました。何噛んでんの？どう？ちょっとこれ
一気に 50-70 するよりもこの 30% で十分なんか楽しめてそうだから、今日は30だけにしとこうか。いきなりなんか度数が高いのもねあれだし、